さあ始まりましたSEM TALK、早速ですがまずは自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、ケンジと申します。作曲家です。よろしくお願いいたします。はい、元スクエアです。お願いいたします。はい、いやついにSEM TALKに伊藤さんにお越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。もう伊藤さんといえば本当にこのSEM TALKでも他の方が何度もお名前を出されておられまして、いいお話でした、悪いお話でした、もちろんいいお話しかございませんでした。確認しますよ。いや大丈夫です、見ていただいても全然大丈夫でございますけども、いや、まあ、伊藤さんといえばSAGAシリーズという印象がやはり大きいんですけども、これまでに担当されたスクエアエニックスの作品っていうのはもう数多いと思うんですけども、どういったものになるんでしょうか。まずその、僕が始まったSAGA2肥後伝説っていうゲームボーイから始まったんですけども、はい、ゲームボーイからそれも上松信夫さんとの半々でっていうところで、はい、でそこから次は同じゲームボーイ聖剣伝説の初代ですね、はい、があって、そこからあのスーパーファミコンになってロマンシングさんがシリーズを担当させていただいて、はい、で次 の, そのプレイステーションでSAGA フロンティアって言って、はい、それの一作目、はい、でそこからまたいろいろ派生してあのちょっとSAGAから離れたんですけど、はい、で自分がフリーランスになって、はい、でそこからのロマンサガで言えばミンストレルソングを担当させていただくことになって、そこからまたご縁ができましたね。はあ、最初はゲームボーイの音楽を作られたということですか。うん、そうですね、これは今までやられてた音楽と全然違うんじゃなくて、違いましたね、3音で作らなきゃいけなかったんで。3音だからメロディーベース、じゃあ次は何みたいなっていう組み合わせだったんで、はい、必然的にそのこういうバイオリンビオラとかあるじゃないですか、はい、あのストリングスっていうんですけども、はい、のいわゆる和声を作曲しながら学ぶことができたって非常に大きかったですね。あ、うん、逆に限定がかかることによって学ぶことがあったっていうことですか。そうですね、うん、はあ、そうなんですね。こう上松さんと入社されてすぐにお仕事をされたということなんですけども、初対面の時の印象とかって覚えてありますでしょうか。すごい不思議な方でしたね。不思議な方、うん、自分がステージに上がって第一声で上松さんとかの思い出話をするときに、はい、その頃はひげのなかった上松さんがねと言うとみんなおーみたいなのけとるんですよ。でそれだけでみんな騒ぐのみたいな。もうひげの上松さんっていう印象しかもう皆さんなくて、はい、でも当時はねもう学生のようなお兄さんのような存在だったんですよみたいなこと言うとまたおーみたいな、はい、そこから始まったんですけれども、はい、不思議な方でしたね。いきなり自分に向かって、まだ伊藤くん呼ばれだったんです、はい、まだ伊藤健じゃなくて、はい、伊藤くん、あの君は船に乗ってどこか異国へ行こうとか思わないかいとか言われて、いきなりですか、どういうことですかって、はい、僕はね、いつかね、船にね、荷物に紛れてね、貨物船に乗ってね、諸国を旅するのが夢なんだよとか言われて、はぁ、みたいな。なぜ方法が密告なのかってことですよね。あ、そういうことを急におっしゃられたりするんですね。その時はもう面接の時だったんで。面接でですか。圧倒されるしかないじゃないですか、はい、そうなんですね、自分は全然興味ないですけどみたいな、まあまあそうですね、ここまで出かかるんですけど、はい、言えなくて、面接ですもんね、いいですねみたいな。そこは話合わせないと、ね、はい、あ、まあ、そういう出会いからもう今もなおという、そうですね、